かりしろ秀吉。秀吉、秀吉、秀吉殿。おじきは政務が山ほど残っている。水成、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ。泣けるだろ水成。聞こえるか。城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。小田原に北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の将関ヶ原の戦い。家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。
原の戦に負けはない。俺の志、バカにはわからぬ。お嬢、また意外な場所で会うたものよ。橘は博打を打たず、手堅く家康断気につくと思うていたがな。豊臣に恩があるゆえ三成についたまで。橘は受けた恩を忘れぬ。無論受けた屈辱も。怖い怖い。この首、東軍に取られるやら西軍に取られるやら。安心しろ、橘は味方の背中を切る真似はしない。だが死ぬ気で戦え、島津。戦を放棄した戦屋に価値はない。その時は容赦なく屈辱を晴らすぞ。お嬢、それは激励か。関ヶ原に季節外れの雪が降りそうだ。ちょうどいい。勝利の宴は温かいタヌキ鍋と行こう。会津征伐に向かうのか。ああ、通りかかったゆえ挨拶をと思ってな。頼む、俺と共に家康を討ってほしい。お前では家康に勝てない。勝機はある。上杉景勝、直江兼続が俺たちの動く時を稼いでくれる。上田の真田家も江戸からの遠兵を防ぎ止めてくれる。同志たちが俺のために各地で奮戦してくれるのだ。力量からして皆は家康が次の世を治めるのが当然と思っていよう。だが俺は流されたまま生きたくはないのだ。時流に逆らってでも皆で築いた豊臣の世を守りたい。残念ながらお前に大将の才はない。だが俺はそんなお前を支えたい。豊臣の世を守りたい。ただその一心で家康に立ち向かうお前を。義継、三成、この命お前に預けよう。最後の忠告に来た。家康殿と本気で戦うのだな。俺は秀吉様が亡くなられた夜、確信したのだ。家康はどんなことをしてでも豊臣を潰しにかかると。お前が俺を九州に遠ざけた時からこの運命は決まっていたのかもしれないな。違う、清正。俺はお前に壁になってほしかった。家康に代わり豊臣の家を守る強固な壁に。三成の軍師、島左近を包囲。
程度の傷が。我が軍の祖母、松尾山に陣取る小早川の様子を見し、奴が裏切れば即西軍本陣が、本陣を襲われればこの一戦は終わり。立花の敵ではなかった。はい。立花の敵ではなかった。何故とどまり、我らを睨むぞ。なに、小早川の目が動いた目がついたと申し伝えている。あ、勇猛かかりや。脳裏が動いていないような。三成の代わりに、出陣要請が出向くか。手負いのまま戦われても迷惑なだけだ。一度本陣へ戻り手当てをせよ。わかりました。俺が戻るまで粘ってくださいよ。今弁当を食べている最中だな。残念ながら毛利は兵を動かせぬ。皆が戦っているのに流暢なことだ。道を開けてもらおう。弁当は取り上げだ。なんとか間に合った。さあ、クズどもが棒を上げるぞ。隊は西軍の要だ。速やかに救出せねば。負けたら俺の言うこと聞け。いいな。貴
様の言うことなど聞けるか、バカ。ミシェルが死んだら、豊臣を頼むぞ。待ちます。なことなんか聞けるか、バカ。家康の前を連れてって、このロス頭下げさせる。クズどもだ。誇れる気がせん。立花の敵ではなかった。人面獣
中心だ。俺の配下ならば一定時間粘って、その間小早川は撃つ。何でも拙者も加勢つかまつる。お銃を出しねば始末は負け。どうか撤退を。追っては俺が引きつけます。それでこそ島津の仇だ。急げ。クズどもが救援こう。橘が出よう。ここで果てるわけには。救援こう。俺は最後まで諦めぬ。立花の誇りこそ天下無双なり。裁判しい立場の面白がに、私は意では片付けられぬほどの重きを背負うよ。お前とあの裏切りにより体勢は決まった。全軍三成を討ち取れ。西軍本陣と三成を同時に狙ってきたか。家康は叶う相手ではなかった。だがここで敵を少しでも多く撃っておけば三成は助かる。殿、再び出ます。この窮地休んじゃいられない。今は三成の腹心、手書きでも打ち取り勝利を決定づけよ。走れ稲妻。このままではそう崩れた。お前は引き体勢を立て直せ。義経すまん。三成、
前を逃がすわけにはいかないんだ。俺たちの家、豊臣のために。つなり、もう一度ガチの勝負だ。今度こそ泣かす、言うこと聞かす。マサノリに任せろ。だから、お前は安心して秀吉様のところへ行け。お前は敗色濃厚となっても、一人冷静に戦を立て直そうとしているのだ。開門清正、まさに、すまない。俺はここで死ぬわけにはいかんのだ。せい、救援来ん。任せよ。最後まで諦めぬ。総崩れ、我が隊も壊滅寸前です。ついに流れに飲まれたか。もはやこれまでだが、俺は夢の続きを見ることができた。ありがとう、三成。戦を放り出していいのか。大勢は決まった。
こんな時まで潔いのか、お前は。あがくんじゃないのか、最後まで。長政様と見た夢、家康様のもとならきっと。俺の夢は破れた。だが、お前の夢は続く。義継ぐ。友よ、お前は生きて忠を尽くせ。義継ぐ。解釈を頼む。俺は家康にはくだらない。石田三成か。この者、三成か。土地の者なら分かろう。いつあらば親族ともとも皆殺しだぞ。答えよ。この者は三成だな。余計なお世話だ。秀吉さん、今参ります。